第2話、三賢峡をひとまたぎ、それから筑波山を目指して。晴れましたね。道の駅に着きました。関東初の恋人の聖地なんだって。上に登ってみました。奥に見えるのは渡良瀬遊水地です。ありがちな感じになってますね。多分下で売ってるんでしょうね、これね。あれ、ここに県境の群馬県板倉の地ってあるけど、見えないか。群馬県に入りました。あっちにもう一つある。あれ、埼玉県になって書いてあるから。やります。誰が埼玉じゃ、栃木だよ。ねえ、これでしょ。で、ちょっとこっち来て、ここからがね、これさっきね、今埼玉県行ってみましょうかね。今ここにいます。拡大しました。茨城県惜しいな。栃木、群馬、埼玉、その真ん中。実は三賢峡にはこのようなプレートがあったのですが、何者かに持ち去られてしまいました。復元の予定はあるようですよ。栃木からの群馬、埼玉、栃木、埼玉、群馬、真ん中、栃木、終わり。どんだけ。一歩埼玉、二歩群馬、イエーイ。
くよ、帰るよ、しようかな、トンボ、さようなら。次の目的地に向かいます。次は筑波山を目指しますぜ。渡良瀬川を渡ります。茨城県に入りました。ひたすら東に走り続けます。しばらく田舎道を走っていたので、この辺が町に感じます。茨城県民がこよなく愛すという噂の坂東太郎があったので、ここで昼食をとることにしました。松茸か、せっかくだから贅沢しちゃうかな。ごちそうさまでした。さあ先を目指しましょう。だんだん筑波山が大きく見えてきました。次の目的地はあの筑波山です。実は筑波山って初めて来ます。綺麗ですね。いいな。いいな。ついに上り坂が始まりました。
頑張れジョルノコ。お疲れ様です。鳥だ。駐輪場の場所が分からなかったので、こちらに停めさせていただきました。まずは筑波山神社を参拝します。私おみくじストマルプは、おみくじは一番シンプルなものと決めています。おみくじ開封はライブで行っています。チャンネル登録しておくと見逃しを防げますよ。筑波山神社参拝後はケーブルカーで筑波山上に行きます。しかし乗り場までが結構登るんですよ。かなりしんどかったです。第2話もそろそろおしまいです。次回はケーブルカーで山上に行くところからスタートいたします。ぜひ次回もお楽しみに。よろしくお願いいたします。